帰りに寄りたいスローなムードのお店です。第17位ナツメグカフェ。手ぶらバーベキューのサービスでも人気のお店です。店内では自家製ハンバーグを使った和風ロコモコを大根おろしでさっぱりいただきます。店主の佐藤さんは1995年にメジャーデビューしたロックバンドザ・サーフコースターズの初代ベーシストだった方ですが、店内にはベースではなくウクレレが置かれています。6年ほど前ウクレレの魅力に触れて以来ドハマりしているのだといいます。月に一度ウクレレファンを集めたイベントウクレレハッピーアワーをお店で開催。全員で弾き語り、そして得意の下校を披露。ウクレレ好きたちがウクレレの世界にどっぷりハマっています。京急線三浦海岸駅の東側には渋い酒場が立ち並んでいます。店先の生けすが目印の石橋では三崎産の伊勢海老など海辺の町ならではのつまみが充実しています。第16位魚介のうまい酒場。